レオポルドは、アメリカ海軍の護衛駆逐艦、エドサル級護衛駆逐艦の一隻。艦名は、真珠湾攻撃時、戦艦アリゾナで戦死したロバートローレンス・レオポルド、少尉にちなむ。レオポルドは1943年3月24日に、テキサス州オレンジのコンソリデーティット鉄鋼会社で、寄港する。1 9 4三年六月十二日に、ヘレン・エス・レオポルドによって浸水し、 1943年10月18日に、艦長ケネス・シー・フィリップス少佐の指揮下収益する。ガルベストンでの砲撃試験後、レオポルドはニューオーリンズを出港する。11月7日に、バミューダのグレート・サウンドに移動試行見を始める。12月9日に、サウスカロライナ州チャールストンを離れ、11日間の成長後信頼性試験を行う。主観及び核となる。 乗組委員に対する、チェッサピーク湾での4日間の訓練演習後、レオポルドは1943年12月24日に、シンブル水道を離れ、第61任務部隊の一貫として、地中海に向かうアックスマイナス68戦団の護衛を行う。12月30日にレオポルドは、戦団の後方で、輸送船から転落した水兵の捜索を行う。海は暗くかなり荒れていたため、 水兵が救命胴衣を装着していなければ発見できる見込みはほとんどなかった。45分後、捜索は中止された。戦乱は1月10日にジブラルタルに到着し、護衛任務はイギリス軍に引き継がれた。レオポルドは11日にカサブランカで停泊した。13日にレオポルドはジブラルタル海峡の大西洋側で対戦紹介を開始する。任務部隊は ユーボートの地中海侵入を防ぐ陣形を形成した。15日にジブラルタルで停泊し、翌16日にはガス -27 船団の落語艦を支援するため湾内に進む。2月1日の北西からの暴風は船団を分散させ、落語艦を集合させるため多くの時間が費やされた。レオポルドは2月4日にニューヨークに到着し、 ニューヨーク海軍交渉で10日間の検査が行われた。2月14日から27日までレオポルドは、第22護衛部隊の領艦と共に、メイン州、カスコ湾で訓練演習を行う。レオポルドは3月1日にニューヨークを出港し、2度目の航海を始める。第22護衛部隊の一艦として、27隻からなる CU-16 戦団をイギリスまで護衛する。 3月8日、航路上に敵潜水艦を探知し、船団のルートは変更された。9日、アイスランド南方でレオポルドは19時50分に8000ヤードの距離でレーダーに反応を探知する。レーダー反応は船団から7マイルの距離にあり、北緯57度37分0秒、整形26度30分0秒。 北緯57.61667度整形26.50000度57.61667-26.50000の位置にあった。レオポルドはジョイスと共に敵の迎撃を命じられた。目視による砲撃が行われ、法院は火炎による明かりで潜水艦を観測しようと努めた。砲撃が行われた時点で U ボートはほとんど潜水し、目視は 困難な状態であった。レオポルドは U-255 による音響魚雷の直撃を受け大破、遺棄された。ジョイスは戦闘後28名の生存者を救助した。171名が艦の爆発もしくは海中で溺れ死亡した。レオポルドの船体は翌朝まで浮かんでいたが、その後アイスランド南方で沈没した。ありがとうございます。